テレビ東京アナウンサー3年目秋元玲奈です。同じく3年目相内優香です。本日は私秋元の MC で大人気アニメの超最新情報をお伝えします。はい、さあ本日ご紹介するのは12月4日についに公開が決定しました、はい、劇場版ブリーチ地獄編です。ですね、ナルトは去年10周年でしたよね、うん、一方ブリーチはですね連載来年10周年を迎えるということで、はい、コミックアニメ映画が連動した大プロモーションを行うということなんですよね、はい、でそのまず初めの第一弾がこの劇場版の最新作ということなんです。もうこれから来年の10周年に向けていろいろもうブリーチ祭りなわけですよ。なるほど、はい、ファンとしてはもう本当にありがとうございますお待ちしておりましたっていう感じで、ね、はい、さあというわけで本日は劇場版ブリーチ地獄編にダブル A。 貴様が死神になる。高校生黒崎いちごが悪霊退治に来た死神朽木ルキアと出会い死神となってしまうことで物語は始まる。そんな主人公いちごと仲間たちが現世そして死後の世界ソウルソサイティで活躍する姿を描いたブリーチ。コミック連載10周年を記念して劇場版最新作の公開が決定。黒崎くん、結構最初の方から参加させていただいてすごく強い思い入れがある作品ではありますね。連載10周年にふさわしいきっとすごい映画になると思います。楽しみにしていてください。劇場版ブリーチ地獄編。はい、ということでどんな映画なのか、うん、本当に私もドキドキワクワクしてしまうんですけれども、はい、本日はですね劇場版ブリッジ地獄編をより楽しむため深く知るためにこんな企画をご用意いたしました。題して秋元玲奈の世界一学べるブリッジショー。何それ今パクっちゃいましたけれども、ブリッジとは一体どんなものなのか、まだ知らないという方もいらっしゃるかもしれないので、うん、そういう方に分かりやすくお教えしたいと思います。まずブリーチとは改めて基本設定なんですけれども、ひょんなことから死神になってしまった高校生黒崎いちごが主人公です。で現世と死後の世界を指すソウルソサエティが舞台となっていて、その中でいちごと仲間の死神たちとのバトルや友情を描いた作品なんですけれども、はい、今回の劇場版は何といってもキャッチフレーズが地獄に落ちろということで、地獄を舞台に映画は展開されていくということなんですよ。地獄だからこれはちょっとブリーチマニアの私としても全く想像がつかないんですよね。だって地獄ってあれそんなありましたっけっていう。発売中のコミック45巻までをチェックした結果、第2巻にですね地獄扉があったということなんですね。こちらです、これですね。あ、はい、漫画でこうやってねワンシーンとして見たことはあるんだけれども、この中が一体どうなってるのか。そうだね、本当にちょっとね楽しみなんですよね。なんといっても10周年企画のうちの一つですから、はい、今回は久保先生が企画制作の指揮を取って自らこうキャラクターとかも考えられてストーリーなんかも考えられたと、皆さん楽しみにしていてください。12月4日公開ということです。さらにブリーチのすごいところを紹介していきます、はい、なんといっても世界的に大人気なんですよね。アメリカロサンゼルスで行われたアニメエキスポではブリーチの世界的な人気を再確認できます。ちょっとですねこちらの V があるということなのでご覧いただきたいと思います、はい、先月ロサンゼルスで開催されたアメリカ最大のアニメ漫画のイベントアニメエキスポ2010、盛大に行われた開会式ではブリーチの映像とともにこの方が登場。アース黒崎いちご Do you know ブリーチ Really? モリータ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 熱烈
な森田コールが巻き起こるサイン会以外にも会場の至る所にブリーチファンの姿が。I am Sosuke Aizen. Hi. Bleach number one. Ban Gay. こいつが俺の挽回だ。挽回！いやーまあね、外国でも世界的にも人気のこのブリーチなんですけれども、実は毎週火曜日の夕方6時からアニメが放送中なんですよね。アニメの方では原作で大人気のアランカル編がついに最終決戦を迎えているということで、だいぶクライマックスが近づいているということなんですよね。なので映画はね12月公開なので、はい、それまで待てないんだよっていう方はぜひぜひ本日6時から放送ですので、うん、アニメの方もお楽しみいただきたいと思います。さあさらにですね、前売り券がもうすでに大好評発売中ということなんですよね。12月公開なのにもう、はい、前売り券といえば特典ですが、今回の作品にはなんと一旦出してこの特製ポスターがついてくるんです。すごいですよ、豪華ですね。しかもですね、はい、人気キャラが9人1つのポスターに1人ずつ描かれていて、3枚1セットになっていて全部で3セットあるということなんですね。だから3つのセットの中から自分の好きなキャラクターの入っているものを自分で選んで特典としてもらえる。なるほど ね銀が好きな、私は銀が好きなのでこちらなんですけど、あのなんといってもすごいのはこの裏にはなんとキャラクターの私服が載ってるんです。私服のポスターがあるんです。こういうことですね。ということでこちらなんです。銀とデートしてるような。待って、ちょっと待って、デートでこれできちゃうのか。あのさ、はい、いちごの私服すごくかっこいいなと思ったんですけど、あの銀の私服はちょっとあのタロットカード持ってますけどデートでどうする、タロットカード持ってきたらちょっと正直私のキャバは超えてるなっていう感じがしますけどさあそして、はい、まあ、夏公開中の映画といえばあゆちゃんのナルト。ナルト、はい、なんとナルトの映画を見るとブリーチの情報が得られるかもしれない。どういうこと、それどういうこと。あゆ一部地域においてはですね、はい、ナルトの映画のちょっと前にこうブリーチの映画の最新情報が流れるかもしれないと、ぜひナルトの映画を夏に見て、そして前売り券を買って12月4日にブリーチの映画をご覧いただきたいと思います。結構最初の方から参加させていただいて、すごく強い思い入れがある作品ではありますね。連載10周年にふさわしい、きっとすごい映画になると思います。楽しみにしていてください。劇場版ブリーチ地獄編。劇場版ブリーチ地獄編は12月4日全国ロードショーです。そして両面書き下ろしの特製ポスター付き前売り券は好評発売中です。